第3位です。第3位は茨城県から参戦となりましたチームブロージュは高須たけしプロ。さあ、通称ダイナミックボディ、ダイナミックパフォーマンスの高須たけし選手です。そして第2位は和歌山から今回このリズム回転に集まってきました。M2 レーシングからは世界にこの人しかできない技を持ってきてくれました植木正男プロ。そしてこの回を行いまして、今回は、まあ、3年目を迎えましたスカイツリーを目の前にして高く高くということを、モットーにやってくれたということで、今回の2015年度浅草カップ第1位ウィナーとなりましたのはチームブロー。昼からは大阪から浜中直哉プロ。それではですね、プレゼンターといたしまして、隅田川水面の祭典実行委員長の島田慎徳さん、お願いしたいと思います。目録のすみません、お待ちください。